そろそろね、一回大食い挟んどった方がいいんじゃないですか。わかった。まあ頼むお味は俺に任せてもらって。はい。じゃあ頼むよ。頼んでみました。ドン。結構多いね。じいさん。うん。お腹減りませんか。そう、腹減ったね。もう9時ですよ。そっか。はい。飯食わないとね。何食う。じいさん、減量前じゃないですか。うん、確かに、確かに。そろそろね、一回大食い挟んどった方がいいんじゃないですか。大食い。やっと俺の体重も、食べたい欲も収まってきたところで、また大食いぶっかます。最近よく流行ってるのがあるじゃないですか。うん、何々するまで帰れませんみたいな。ウーバーイート。はい、ウーバーイートで1万円使い切るまで帰れません。なんか できそうで地味にきついんだよね。最近俺マジ小食だけど大丈夫。大丈夫です。僕が食べたいだけなんで。ぶっ飛ばすぶっ飛ばすよ。お前お腹空いて企画と見せかけてお前お腹満たしに来てんじゃん。いやいや、もちろんジンさんに全部食べていただくところまではね。わかった。まあ頼むお味は俺に任せてもらって。はい。じゃあ頼むよ。お願いします。うい。よし、まず1個頼んだ。1個目の注文で3386円。頼みました。あと6614円ですね。あと6000円。俺1個でいいんだけど。うわ、次だけ結構いったね。2店舗目なんですけど、4653円。足すとこれもう8000円くらいか。で、あと2000円ちょい頼めばいいってことね。マジで、あと何にしろ。あ、ラスト、これでなんか一撃で終わりそうなやつ見つけた。はい、ラスト約3000円。お、これで1万超えたね。もう1万1000円ですね。よし、ラスト2943円。まあ約1万1000円だね。はい、じゃあこれちょっと届くのを待ちたいと思います。お腹空いてっけどさ、そんな食いたくないぞ俺。はい、食べます。はい、まず一品目ピザです。クワトロフォルマージュピザ、結構でかいぞ。次はですね、パルス。パルス天空の城ラピュタかい。ボックスに入ったパスタと、なんかデザートっぽい美味しそうのいっぱいあったから、飲み物で金額稼ぎました。さあ、ラストは何だと思う。減量前に食べたいものランキングナンバーワンに近いんじゃないかな、これは。ハンバーガー。正解。バーガーマニア、イエーイ。と、バーガーといえばやっぱりシェイク。はい、出揃えましたよ。はい、ってことで、ウーバーイートで1万、約1000円分、1万円以上ね、頼んでみました。ドン。結構多いね。今回頼んだのが、まあ、減量もうちょっと始まるってことで、減量前に食べたいものっつったら、まあ、やっぱピザと、あとまあここにハンバーガー。ハンバーガーといえばシェイク。ちょっとシェイクいただきます。かぁ、これバナナシェイク。まあ、で、今回なんかね、バルスっていうところからね。違います。パルス？ちょっと、このね、箱に入ったパスタってなんか斬新じゃない？
はい、ってことでじゃあいただいていきたいと思います。じゃあまずはね、じゃあバルスのパスタからいってみようかな。エビトマトクリームとガーリックのパスタ、いただきます。お、うん、うまいぞ、うまい。このパスタこれちょっとリピートしてしまうかも。うん、うん、うん、パスタ好きのね俺にはすげえ嬉しいな、これ。ほんとね、女子みんな大好きタピオカ。タピオカってあんま、うわ甘いね、ココナッツミルクタピオカ、うわ甘い。からのこれね、サボイっていうねピザ屋さんのピザなんだけど、キレとらんのかい。サボイキレとらんのかい。よいしょ。でこれ何が美味しいって、これ蜂蜜をかけるのよ。蜂蜜をクワトロフォルマージュといえば蜂蜜だからね、かけて。いただきます。うん、うまっ。チーズとね、小麦粉と蜂蜜の組み合わせは誰考えたの、マジうまいね。うん、これはもうえぐい、最高ですわこれは。でこれお待ちかね、ハンバーガー、これモッツァレラアボガドチェダーチーズバーガーみたいな、そんな感じの名前だった気がする。いただきます。うん、あ、うまい、これはうまい。うん、うん、おいしい。では次、いろいろ出てきた。カルボナーラ。じゃあいただきます。うん、うん、無難にうまい。割と満足。割と満足なんだけどさ、一人で食べれる？一つ一つが一人分ですもんね、うん、だよね。これ思ってなんかちっちゃく見えてると思うんだけど、これ結構量あるよね、一個一個ね。うまいのよ全部、どれも当然うまいのよ。食べ終わったら廃人になるやつだなこれ。はい、ということで 100% 全部食えないんで食べようか。これを待ってたんだろ。いや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 、食べようか。いただきます。はい、じゃあバーガー任せた。なんか食べる、うまいよ。ありがとうございます。軽くなるのがさ、結構ヘ
るじゃない。しました。めっちゃ腹減ってたはずなんだけどな。もうすぐ減量始まるからっつってジャンクフッポイに頼んだけど、ハンバーグ俺2口ぐらいしか食ってないもんね。うん、シェイク完食。なんかマンゴーラッシーみたいなやつ。うん、うまい。マンゴーヨーグルトラッシー。ヨーグルトあるんですよ。苦しい。あとこれジンジャーエール。いる。減量始まるとね、腹減ってしょうがないのにね。不思議なね、人間ってね。それが普通ぐらいの食欲なの。ジンさんが圧倒的に少ない。少ない？一般成人男性的にも少ないか。少ないんじゃないでしょうか。減量中はね、肉だけでもね、1キロぐらい食べるのよね。やっぱ油だよね。消化する力が弱いのかな、胃袋がね。わかんないけど。はい、ラスト、はい、ジンジャーエール。いただきます。グビッといったらグビッとラスト。辛い。ごちそうさまでした。はい、ってことで、ピザ、パスタ、なんかデザートっぽい飲み物4つ、そしてハンバーガーで合計10,000円、無事クリアです。いやー、なんかピザ1枚ほぼ俺食べたじゃん。もうあれだけでなんかニキビできそうだもんね。基本的にやっぱちょっとクリーン寄りに慣れてるから、やっぱそういうの食べるとすぐね出ちゃうんだよね。なんでよくね、なんか肌が綺麗とかニキビできないですねって言われるんだけど、普通にやっぱこういうものばっかり日常で食べてたら僕でも多分余裕でできます。はい、ってことで今日はウーバーイートで1万円分食べきるまで帰れまてん。帰れまてんってここワテの家や。バテの家や。はい、カメラマンの力を借りて無事終了しました。ごちそうさまです。じゃあ皆さん、バイ。